バーベキューの準備しました。あらかじめですね、食材などは切って向こうに持っていく形ですね。では行きましょう。お腹すいた。はい、準備をしております。やはりね、周りにもうすでにバーベキューを楽しんでいる方々がいらっしゃいますので、あまりね、いつものように撮影はできませんけれどもね、楽しみます。ちょっとダイソーの、ほらダイソーの炭がねパチパチすごいんですよ。なので一回落ち着かせてからですね。これすごいわ、危険すぎるわ。はい、本日のメニューでございます。いつものように焼肉と椎茸とネギみじんと、スンドゥブとあとアヒージョですね。アヒージョこの後作ります。始まりましたよ、始まりましたよ。久しぶりのバーベキュー始まりましたよ。はい、そしてですね、本日はハイネケンをいただきます。でかい声出せないのがね、悔やまれますわ。では久々の焼肉食います。これはね、これ塊ね、塊いただきます。あ、うまっ、懐かしいこの味。やっぱネギみじんが合えばね、安い焼肉バーベキューソースもうまくなるから、うまっ。一番下のが同級生だけど、グツ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 グ、かわいいですね。アヒージョ開始って言いながらもまたジロジロ見られてる。うまそう、この焦げ具合。では久々のアヒージョいただきます。うん、やっぱアヒージョ最強だ。うますぎる。ほんとうま。よし、もうね結構落ち着いてきたんで、あとは軽く飲んでね、部屋に戻りましょう。早めにね、ラストの肉とスンドゥブですね。これ食ったらもう終わりですね。まだ8時前ぐらいなんですけどね、2時間くらいで皆さんもう嵐のように去っていきましたね。何よりですね、寒い、すごく寒いっすね。4月の中旬だけど、これ多分10度切ってるな。寒すぎてもうね、部屋に戻りたい。コテージ戻ってきました。寒かった、寒くてもう全然酒も飲めなくて、急いで食べて戻ってきた感じありますね。もう次来た時はやはり部屋食にしますね。これは部屋で鍋とか食いたい。では少しゆっくりして酒抜いて、温泉入ってこの囲炉裏使ってみましょうかね。温泉入りましたよ。いや気持ちよかった。外が寒いからね、こちらのね、半露天の炭酸泉がすごく気持ちよかったです。温泉をねぬるぬるとして非常に気持ちよかったですね。これ露天風呂借りてる方々羨ましすぎる。冬にね絶対また入りに来ますよ。ではいろりやってみますか、使ってみますか。一応ですね、
つまみもね、たくさん混入してあるんで、こちらを軽く炙る感じでやってみたいと思います。炭をご利用の際は必ず排煙装置を開けてください。上が開くのかな、あそこか、あそこか、あそこですね、あそこが開くのかな。で、シーリングファンが回るのかな、どうなんでしょうね。やってみますか。デデデー、悲劇というかですね、今気づいたんですけど、私が持っている炭が屋外専用の炭って書かれてました。見事にこちらに当てはまります。これはね、使っちゃいけないという炭でした。で、木炭も持ってるんですけど、バーベキューのシーンを見ていただくと分かるんですが、パチ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 跳ねちゃってて、これはね、ここのいろりでは炭は使えないなというのと、あと木炭、そこに、ね、置いてあるんですよね、800円の木炭、ただ結構でかい段ボールで、あれを使って本来はバーベキューをして、その余りをこちらのいろりで使うのがベストだったんだと、そういうことでしたね。買わなきゃよかった炭、初めに買うべきではなかったです。いろりはだから今回諦めます。本当に残念ですけど、まあね、温めて雰囲気を味わうだけっていうことなんですけど、また次回来た時に部屋で鍋をして、いろりで、ご飯を食べるというね、新しい理由ができましたんで、ここに来る理由ができましたんで、また次回に持ち越しですね。ではこの気合を入れて持ってきたつまみたちを食べながら、お酒を飲んで、しっぽりと語らいながら寝ます。おやすみなさい。おはようございます。現在朝7時です。もう昨日結局疲れてまして、気がついたらもう寝てましたね。朝風呂入りますよ。朝の温泉、これが楽しみで早起きしたんだ。天気もすごくいいよ。温泉出ました。気持ちよすぎましたよ。贅沢すぎますよこれは。もう温泉の分析書があるんですけれども、やはりですね、アルカリ性単純温泉とかではなく、ナトリウム塩化物温泉ということで、かなりしょっぱめの温泉になっておりまして、トロトロで濁り、若干濁っておりますね。すごくいいお湯でございます。肌がすごくスベスベになりますのでね、すっごく贅沢なコテージですよこれ。温泉ついててバーベキューできて、いろりあってですよ。やばいよこれ。では昨日のバーベキューの残りのアヒージョを本日の朝食にします。パンね、買いに行きたかったですけど、こちら待ってるんで、こちらを食べてしまいます。はい、本日の朝食でございます。アヒージョとコーンポタージュスープ、うまそう。いただきます。朝のアヒージョも味がね、染みててすごく美味しいんですよね。このサクサク音をね、ぜひ聞かせてあげようかなと思います。うんまっ、濃い味が濃い。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。まだ時間も早くてですね、名残惜しいので温泉に入ってしまいます。温泉、もうね、何回も何回も温泉から出ようとするんですよ。だけどこうピタッと止まって、また戻って、あ、もったいない、もったいない、もうちょっと入る、もうちょっと温泉体に染みさせようってね、それの繰り返しを何回もしてましたね。ちなみにですね、こちらの親御さんがですね、チェックインは4時なんですけど、チェックアウトが11時なんですよ。朝ゆっくりできるって最高ですよね。ではゆっくりチェックアウトの準備をして、
名残惜しいですけど、お別れですね。うわー、ではチェックアウトします。あっという間だった。はい、チェックアウトして今隣にある道の駅に来ております。まあ定休日ですけれども、あのですね、今回の宿、もしかしたら過去一番、1万円以下で泊まれる宿としては過去一番なんじゃないかなと思いました。いろりあり、温泉あり、そしてね、輸出もね特別で、あとバーベキューもできて、貸し切り一棟貸しでしょ。もう文句のつけようがないというか、で場所もですね、こう栄えてる地域から30分ちょいぐらいで来れるし、これより北に行けばですね、もっと秘境があって、それはそれで、あの電車も大井川鉄道とかも楽しめて、2泊3日でだいぶ楽しめるんじゃないかなと本当に思いましたね。これはね、今回はあの初めて来たので予習というような感じで、次回にどういった楽しみ方をできるのかというような形でつなげられますね。これはまた秋か冬絶対に来ます。ではこの後はせっかく静岡県に来たので、爽やかを食べてですね帰ろうかなと思います。というわけで今回の旅はこちらで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。爽やか着きました。前回は体調不良でまたね来たんで、今回は体調万全でございます。すごく楽しみです。はい、このままお待ちください。失礼します。来ましたよ、ハンバーグ。いただきます。よだれが止まんない。この赤身の残ったハンバーグがね、ジューシーで美味しい。もう終わっちゃった。曲がった。ごちそうさまでした。